さあブラブラ YouTube 今回は府中市美術館で諏訪敦史さんのね、展覧会拝見しましたけども、なんと画家の諏訪敦史さんご本人にご登場いただきました、それは楽しいですよ ね本人解説、やっぱすごいですね。ご本人ぐったりお疲れに。そうですね。いや本当にそうですね。いやですよ。でも説明された方はもうすごいありがたいし。ありがたい。すごかったわ。一枚の絵に至るまでの取材とかの話聞くと。100点以上出せる感じが取材によって、マックス100点じゃないっていうなんか。マックス100点じゃないですよ。もうキリがない。キリがないね。でもう一つの作品の中にもういくつも幾重もの時間が、ありましたね。重ねで描いてるとかまたすごいですね。すごいな。ご堪能いただきましたでしょうか。小木の今日のクイズは、今日クイズではないんですけども、クイズじゃないの、クイズじゃないんですよ。今日はあの五郎さんに聞きたいことがありまして、あの展示会にですね、あの五郎さんが持ってる絵が出てたでしょ、出てましたよね、びっくりしましたけども、これ五郎さんなんだ、ハルビン1945ウィンターのエスキース。僕らもほらよくこの絵欲しいとかあるじゃないですか、どうやってあの買うんですか、あれどうするんですか、本当に。いや画廊でくださいなって言って買う言って、五郎さんはあの絵を気に入ったんですか。あの本画の方あったじゃないですか、春に、最初あれをまあ見て、衝撃を受けたんですけど、もう当然あれはもう美術館入った方がいい絵だし、当然僕に手が出る値段でもなかろうと思ってあれしてたら、その後それをまたあの同じ画廊で展示した時に、あの下絵を、が出ますよって言って連絡があって、なるほど、それならばで僕割にいろんな画家さん その鉛筆のエスキースっていうのを結構集めてるんですよ、やっぱり本画以上にその画家のことが分かる部分っていうのがある、なるほどね、なるほど、奥に描かれてる絵まで分かりましたね、分かるね、そういうことか、そういうことまたこれはと思って、なるほど、地道にちゃんと画廊に足を運んで、まあ注目の作家がいたら、まあ折に触れ、今何してるかなみたいなことをチェックして、あ、なるほど。そういうのって展覧会やるときに貸してって言われること多そうですね。やっぱね、結構一緒に飾るじゃないですか。そこにやっぱ名前書いてほしいんだよね、やっぱね。そう。あの諏訪さんに お願いしてみたいから。そうね。諏訪さんに肖像とか頼むといつまでもできてこないよ。確かに。まず取材が始まっちゃうから。そうか。お父さんの肖像を描かせてくださいとか。そういう。うちの親かな、うちの親の。もう諏訪さんの中でその納得できるあれができてくるまで。そうだな。まず小木のお父さん描いた後に小木上に描いていく。確かに。府中市美術館で開催中の諏訪敦史眼科裏の家事展は火曜日の夜8時の放送です。ぜひご覧ください。